開発のムーブキャンバスになりますね。いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館シスイ成田空港店の江澤です。本日もよろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った営業を継続しております。お客様にはお客様同士の接触を避けるために来店時間のご予約をお願いしております。またご来店が難しい方、ウェブ商談システムをご用意しておりますので併せてご活用をお願いいたします。それではですね、本日のお車の紹介やらせていただきたいと思います。で今回ご用意したお車はこちらです。ダイハツのムーブキャンバスになりますね。こちらグレードの方がですね、 G のメイクアップで VSS3 になります。まあ、特別仕様のお車ですね、なっております。でお色の方ですね、こちらナチュラルベージュ、カタログですとミント色の車体なのでそっちの方が人気なのかなと思いがちなんですけど、ナチュラルベージュ今新車がかなり多いです。でご覧のようにあのルーフ、あとこちらボネットのところですね、パールホワイトのツートンカラーになっております。まずですね、ムーブキャンバスの特徴といったらもう全体を丸みを帯びてるこの車体ですよね。最近流行りのヘッドライトって細い目のヘッドライトが特徴だと思うんですけども、丸みを帯びたヘッドライト、まあもう可愛さ重視ですね。はい、もう女性のターゲット層で作られているお車になります。フォグランプの外人車ですね。こちらがメッキになります。ところどころメッキが多い車両になりますので、かなりですねスタイリングもいいと思います。可愛らしい中にこういったメッキがアクセントとして入ってますので、飽きが来ない車両だと思います。こちらムーブキャンバス対抗馬ってどこなの、まあ、対抗車種ですね。 NBOX カスタムちょっと引き合いに出したいと思います。まあ、今日本で一番売れている系と言われておりますけれども、まあ、そちらが対抗馬という形になります。長さと幅はもう軽自動車の規格いっぱいなのでムーブキャンバスも同じなんですけど、この高さ、ここがだいぶ違います。ムーブキャンバスが全高1655ございますが、 NBOX になると1790になるんですね。なのでちょうどまあマイナス 13.5cm、 ムーブキャンバスの方が低い形になります。こちらですね、アルミホイールの紹介になりますね。ムーブキャンバスになるとホイールキャップになります。真ん中がですね白色、もうここもこの時点でかなり可愛らしい仕様ですよね。ちょっと今引き合い出すと NBOX カスタムになっちゃうんですけど、カスタムとかになるとアルミホイールでシルバーで統一されているホイールになるんですけども、こちらはやはり可愛らしさ重視のものになっております。はい、でサイドに関してもこちらアウターハンドル、こちらがメッキになります。今ジョイグレードになるとメッキになってくるので、まあ、こういった点は嬉しいなというところで、下の部分ですね、こちらのサイドの部分もメッキが施されています。こういったところも素敵ですね。やっぱり NBOX になるとサイドには装飾っていうものに関してはないので、まあ、これはもうムーブキャンバス特有なデザインなのかなというところになりますね。ではリアの方やってまいりました。こちらが後ろ姿になります。もう後ろもしっかりと可愛らしさ出ております。ライト周りもですね丸が基調になっているデザインになってます。下の方ですね、こちらの方もメッキになる形になります。でしっかりと両サイドついてますのでアクセントが後ろまである。ここがキャンバスのネームプレート入ってるんですけど、ディーラーオプションに猫の飾りですね、それ選べるんですけど、ちょっとワンポイントのアクセントとして猫のマークのですね飾りをつけたりとか、そういった方もいらっしゃいます。ここに後ろのカメラですね、こちらについてます。こちら純正になります。全方位モニターがついてますので、後ほどですねそちらの映像も見ていただければと思います。こちらがラゲージになります。やっぱり NBOX と比べますと若干ちょっと狭さを感じるかなっていうのがありますかね。まあ、この幅は、まあ、NBOX とそこまで変わりはないかなと思うんですけど、やっぱ高さがそこまでない分狭さは若干感じます。ムーブキャンバスアンダーラゲージご用意がございます。ここがですねかなり深い、だいたい手首よりも拳一つ分入るかなってぐらい、かなり深いです。常時しまっておいているものはこちらの方に収納してもらって、この上段にですねお買い物したものとかそういったものを載せていただければと思います。でちょっとシートのアレンジしていきましょう。ではまずですね片方の椅子の方だけスライドさせました。まあ、そうすることによって、まあ、かなりの空間が取れますね。
ここちょっと一点ポイントですね。 N ボックスだったりとかあのハイトル軽ワゴンになってくると後ろから前後の操作が可能になるんですけど、ムーブキャンパスに関しては後ろからの前後操作っていうのができないです。サイドに回っていただいて椅子を前後に動かしてもらう形になりますので、ちょっとややそこが使い勝手が N ボックスの方がちょっと有利かなっていうのがございます。ラゲージですね、そちらの空間に関してはしっかりと確保はできております。でセカンドシートですね、倒してもらえればこれだけの広い空間が確保されます。中央にかけるにつれてですね、シートがちょっと上に上がっているのでフルフラットという形にはちょっと厳しいですかね。でちょっと若干ここに段差の方ができちゃう感じですね。まあ、助手席の方も一番前に出してもらって背もたれを倒して、そうすればサーフボードとかそういったものも乗せることができる形になります。では続いてセカンドシートですね、ちょっとご覧いただきます。まあ、こちら後ろの空間ですけども、こちらもですねかなり広さは取れてます。はい、ただちょっとやっぱり高さの方がハイトル軽ワゴンの N ボックスより低い形になりますね。でムーブキャンパスのいいところ、こちら収納ボックスが豊富です。後ろだけじゃなくてフロント席においても収納ボックスは比較的多くあるかなと思います。マックス5キロまでであればしっかりと収納できます。こちらですね、付属で付いてくるんですけど折りたたみ式のボックスになります。立てていただいてこちらの方で、まあ、ボックスとして使う形になります。でちょっと実際後ろ乗って失礼いたします。意外と乗り込みも楽です。スムーズに乗り込みできます。こちらの窓もかなり大きい窓なので圧迫感はないです。上の空間もだいたい拳1個弱空間空くので、これぐらいの高さあれば十分かなっていうところはありますね。運転してて背が高い車だと風に煽られてちょっとハンドルを持ってかれそうな時とかあると思うんですね。まあ、そうした分背が若干低いムーブキャンバス、そうした影響は少ないかなと思います。運転のしやすさにつながると思います。はい、はい、じゃあ続いてですねフロント周りのご説明させていただきたいと思います。かなりデザインが素敵ですね。今回こちらナチュラルベージュなので室内はブラウン系の装飾になってます。でこちらドリンクホルダーですね、プッシュ式で出てくるタイプになります。映りづらいんですけど運転席側もプッシュ式のドリンクホルダーございます。ワンタッチですね。で通常ですとここがですねブラウンじゃないんですね、実は特別仕様車なので今ブラウン、車体と同じようなお色使われている形になります。収納なんですけど大人の男性の手がすっぽり入るような奥行きがある収納ですね。こちらが一つで下の方ですね、こちらの方にもちょっとした収納がございます。ここに長財布を置いていただいて、まあ、高速道路とかの支払いだったりとかそうした部分で使いやすさが出るのかなってところで、助手席になるとこちらにちょっとした小物入れ、ただまあちょっとティッシュを置く場所はちょっとないかなというところではあります。続いてですねこちらの車両パノラマモニター対応になっております。パイオニアカロッツェリアの7インチのラックナビゲーションになってます。こちら7インチサイズになりますね。パノラマモニターですね、車外でキットの方を取り付ければ車外品のカナビゲーションでも360度全方位モニターは使うことができます。はい、リバース入れますとこのように左側360度の全方位モニターで、右側が通常のバックカメラという形になります。でちょっとこちらですね、見ていただくとビューボタンございますね。こちらビルトインになります。でこちらのビューボタンを押すと画面の切り替えができます。今は通常のバックカメラ、もう一回ですねボタンを押すと左サイドとバックカメラで、もう一回押すと最初の360度の全方位モニターとバックカメラという形になります。よいしょ、パーキングに入れた状態でもう一度ビューボタンを押しました。360度のモニターと右側に出ているのがフロントのカメラになります。今360度のモニターのとこフロント部分に黄色と赤のラインありますけど、ここにも出てますね。それで映している箇所を表してくれてます。もう一回ですね押してみましょう。これでフロント単体のカメラに切り替わってます。でもう一度押すと今度は左サイドと右サイド両サイドの映像になります。まあ、これがあるので狭い道のすれ違いなどはこの画面を見ながら、まあ、どこまで寄せれるかな、大丈夫かなっていうのを見ていただくことができる、まあ、これかなりいいポイントだと思います。で車外ナビでもしっかりと対応ができるポイントになりますね。で逆に N ボックスになると全方位モニターっていう360度のモニターカメラっていうのがついてないので、その点を考えるとかなりムーブキャンパスの方はまあいいんじゃないかなっていうのが分かると思います。
で、こちらの方ですね、私の自己評価、こちらの、お時間になります。で、私の方でこちらご用意してまいりました評価ボードですね。で、まず車両の販売価格、こちら4つ星にさせていただいてます。で、ムーブキャンパスの車両価格なんですけども、大体162万8000円ほどの金額になります。Nボックスになると車両の本体価格の方が175万8000円という形なので、まあ、大体13万円ぐらいですかね。ムーブキャンパスの方が安い形になります。ナビゲーションとかフルで装備入れても200万円いかない金額でご購入いただけるので、そちらかなりお得な買い方になると思います。スタイリングですね、そちらの方も4つ星にさせていただいてます。まあ、ムーブキャンパスはもう全体が丸みを帯びているので可愛らしさが重点的な車両になります。なので、まあ、お好みは両極端かなと思います。かっこよさで選ぶのであれば Nボックスカスタム、スペーシャーカスタムだったりですね、カスタム系のお車になると思うんですけども、可愛らしさを求めるのであればムーブキャンパスおすすめの1台になります。居住性は星3つにさせていただいてます。まあ、いい意味でも悪い意味でも普通です。セカンドシートですね、そちらの方はリクライニングもできるので、まあ、ある程度の姿勢は保てる、ではかなりいいかなと思います。で、燃費に関しては4つ星になります。ムーブキャンパスはですね、 N ボックス等と比べてターボ車っていうのがございません。ノンターボのグレードしかありませんの で燃費に関しても WLTC モードでだいたい 20.6 キロくらいですかね。やっぱり走りに力を求めるという方であれば、まあ、ターボ車が揃っているハイトール系ワゴン、そちらの方がいいのかなと思うんですけど、力強さっていうのをそこまで求めていないのであればムーブキャンパスの走りで全然問題ございません。で、燃費もいいのでかなりおすすめになります。続いてリセール価格ですね、まあ、こちらの方は評価の方は2つ星ちょっと低めに設定しております。まあ、参考リセール価格ですね、まあ、80万円で私の方では設定の方をさせていただいてるんですけども、リセールはあまり求められない車両になるかなというところで80万円設定ですね。で、総合評価に関しては星3つになります。なんといっても燃費だったりとか、あと車両の価格、あとスタイリングですね、こちらの方気に入ってくださる方はですね多いと思います。で、今回こちらのですね、ムーブキャンパス G のですね、メイクアップの VSSL3 ですね、ご紹介の方させていただきました。ぜひご覧いただければと思います。こちらの動画最後見ていただいてありがとうございます。ぜひですね、いいねボタン、もしくはバットボタン、どちらでも構いません、評価していただければと思います。また何かご質問等あればコメントの方お待ちしております。はい、ではまたのご視聴の方ですね、皆様よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。